ゼマックスとは GUI 及び CUI ベースのテキストエディタであり、ほとんどのユニックス系オペレーティングシステムおよびマイクロソフト f t Windows で動作する。ゼマックスは1980年代後半における GNU Emacs のバージョンをベースとしたフォークである。ユーザーはゼマックスを GNU General Public License のバージョン2項の版の下でフリーソフトウェアとしてダウンロードし、使用し、 そして修正することができる。1987年から1993年の間に GNU Emacs の新規バージョンのリリースにおいて大幅な遅延が発生した。1980年代後半、リチャード・ P ・ガブリエルのルーシッド社は Energyze CEIDE をサポートするための EMAX をリリースする必要に直面していた。そのため、ルーシッド社は e m a x のコードを改善して拡張するためのチームを募集し、1991年にリリースされたルーシット社の新しいバージョンは GNU Emacs のバージョン19の基礎を形成することを意図して作られた。しかしながらフリーソフトウェア財団がこの変更を受諾するのを待つ余裕がルーシット社にはなかった。ルーシット社は Emacs の自社バージョンの開発と保守を継続していたが、 一年後に FSF はルーシット社バージョンのコードをいくつかマージし、さらにそれ以外の部分も取り入れた GNU Emacs のバージョン19をリリースした。ルーシット社は1994年に廃業したが他の開発者がコードを拾い上げた。サンマイクロシステムズなどの企業はルーシット Emacs の開発継続を望んでいたが、誰がルーシットという商標を最終的に 管理しているのかを誰も知らなかったため、法的にルーシッドという商標を使えるかが不確かとなっていた。そのため、ゼマックスの点は、ゼマックスの開発に関わった当事者間による妥協案の象徴である。このため、ゼマックスの点は、X ウィンドウシステムとは関係がない。ゼマックスは、テキストベース端末と X11 以外のウィンドウシステムを常にサポートしている。 インストーラはゼマックスと GNUEMAX を両方とも X のサポートの有無によらずコンパイル可能である。一時はゼマックスがシンタックスハイライトなどの GNUEMAX にはない端末固有の機能を搭載していた時代もあった。ソフトウェアコミュニティでは一般的に GNUEMAX とゼマックスを総称して EMAX n と呼んだりそれぞれ個別に e m a x と呼んだりする。なぜなら GNU Emacs と Zemacs は両方とも原型であるテコ Emacs からインスピレーションを得ているためである。Zemacs のテキスト編集は単語や段落を操作するコマンド、ソースコードを読みやすくするためのシンタックスハイライト、そしてユーザー定義の編集コマンドの任意のバッチを実行するためのキーボードマクロを特徴としている。 ゼマックスには、ゼマックスのウェブサイトから利用可能な5つのマニュアルだけではなく、包括的なオンラインヘルプが搭載されている。ゼマックスは、数多くのプログラミング言語や、マークアップ言語のための編集モードだけではなく、数多くの人間言語をサポートする。ゼマックスは、ユニックス、リナックス、BSD、MacOS X などの、数多くのオペレーティングシステムで起動する。 Mac OS での起動には X11 が必要であるが、ネイティブカーボンバージョン上で起動するバージョンの開発が開始されている。Microsoft Windows 環境用のゼ e m a スには、ネイティブインストーラバージョンとシグウィン、パッケージバージョンの2つのバージョンが存在する。ユーザーは Emacs Lisp 言語を使うことで、エディトの機能のほとんどすべてを再設定することができる。 リスプコードを変更してもユーザーはエディタをリコンパイルする必要はない。プログラマーはあらかじめ書かれた多くのリスプ拡張を利用可能である。ゼマックスの機能拡張や機能補足のためのパッケージは数多く存在する。ユーザーはゼマックスのパッケージマネージャーを通じてそれらを少しずつダウンロードしたり、ゼマックススモパッケージやスモトルボールズを使っていくかつ、 適用することができる。ZemAx 21.1より、機能は ZemAx コアから外されて独立したパッケージとして利用可能となったので、ユーザーは不要なパッケージを除外することが可能となった。ZemAx はパッケージマネージャーを GNU Emacs に搭載される以前から搭載していたが、ZemAx は新しいパッケージをロードした後は再起動しなければならない。 ゼマックスの開発者は、プロジェクトの開始から、頻繁なリリースサイクルを目指していた。現在では1年につき2つから3つの版がリリース、されるが、初期の年よりスローダウンしている。ゼマックスの開発者は、よりオープンな実験も目指していたため、インラインイメージ、可変フォントそして、端末カラーなど、他の EMAX 系エディタの先駆けとなる、新しい機能を、 ゼマックスが提供することが多い。長年にわたり、開発者は一貫性を改善しデータ抽象化を強調して近代プログラミング監修に従うよう、広範囲にコードを書き直した。ゼマックスは独立して管理されるリスプパッケージ用のパッケージ管理システムを搭載している。ゼマックスの最新バージョンは GTK プラスをサポートし、 mac OS. 用ネイティブカーボン移植がある。ゼマックスには、匿名、CVS や CVS の後にできたマーキュリアルへのアクセスと、公開されたアクセス可能な開発メーリングリストといった常にオープンな開発環境が存在する。ゼマックスは500ページ以上の内部マニュアルを搭載する。ゼマックスにとって、ユニコードのサポートは問題となっている。 2005年の時点でリリースされたバージョンはユニコードのサポートのために MULUCS と呼ばれるすでに保守が終わったパッケージに依存している。2002年5月よりゼマックスの開発ブランチは外部のユニコードエンコーディングの強力なネイティブサポートを搭載するが内部の MUL 文字セットが完全でなく2005年の時点で開発が中断している。ゼマックスの開発は ステーブル、ガンマー、そしてベータといった3つのブランチを特徴としている。新しい機能が最初に得られるのはベータだが、テストが十分ではなく、安定性やセキュリティが劣っている、可能性が高い。ゼマックスの開発者は1997年2月9日にバージョン20.0をリリースし、1998年7月12日にバージョン21.0をリリースした。 2009年1月の時点で、ステーブルブランチのバージョンは21.4、22で、ベータブランチのバージョンは21.5、28である。ガンマーリリースは2007年の時点で存在していない。ゼマックス21.4例のリリースで、バージョン番号は2つ目の番号が奇数であれば、開発版で、偶数であれば安定版を表すようになった。 ゼマックスの主要な開発者の中には、ゼマックスと g n u e m a s との分断を抗原する者も,もいる。例えば、スティーブン・ターンブルの両側からの議論の様子。ゼマックスと g n u e m a s との主な相違点の一つとしては、著作権上との見解が異なることが挙げられる。FSF は GPL 侵害に対して、コードを守れるようにするために著作権上とが必要で、 あるとしているが、ゼマックスの開発者は著作権上渡がないことで、主要な企業が関与することが可能になると主張している。これは、企業がコードのライセンスを発行できる場合でも株主の信任義務を気にした慎重な態度のため、企業がコードをすべて上渡しても良いという許可を得るのに苦労するかもしれないためである。FSF は、ゼマックスと GNUE Max とのマージを試みたり、それぞれのクロス開発を行うにあたって事前に著作権を譲渡されたため、ほとんどの ZEMAX コードの著作権を放置している。ZEMAX コードの新しい要素が GNUE Max に加わるかどうかは、FSF にコードを譲渡する機構者個人がそれをしたいかどうかに依存することが多い。ZEMAX か。 GNU Emacs のどちらか一方に組み込まれた新しい機能は遅かれ早かれた方にも組み込まれることが普通である。さらに開発者の多くはゼマックスプロジェクト及び GNU Emacs プロジェクトの両方に寄与している。ゼマックスプロジェクトは GNU Emacs API との互換性を維持する方針である。その例としてゼマックスはネイティブ部分の機能を媒介する。 オーバーレイを実装する互換レイヤーを提供する。ゼマックスの開発者は特にディスプレベルで GNUE Max と互換性のあるコードを維持するよう努力している。ゼマックスの開発は遅くなってきている。最も新しいステーブルのバージョン21.4、22は2009年1月にリリースされた。ゼマックスには GNUE Max から 多くのコードが組み込まれているが、GNU Emacs には以前は、Zemacs にしかなかった機能の多くが実装されてきている。これにより、ユーザーの中には、Zemacs の死を宣言し、Zemacs の開発者は、Zemacs の代わりに GNU Emacs へ貢献するよう主張する者も,もいる。News や d i レ e c t といった主要なパッケージの多くは、Zemacs と、 GNU Emacs の両方で動作するよう開発されていたが、News の主要な開発者は、Zemacs のサポートを中止した他の類似のパッケージを引用して、メインの Emacs トランクの中に News のツリーを移動し、Zemacs と互換性のあるコードを削除するつもりであることをアナウンスした。2015年12月、Zemacs プロジェクトのメンテナーであるスティーブン・ J. ターンブルは、 ゼマックスプロジェクトは開発者の減少と GNUE Max の進化により将来の GNUE Max との互換性に関しては分岐点にあるというメッセージをゼマックス開発リストに投稿した将来の方向として開発を完全に終了する現在バージョンの GNUE Max から新しいフォークを作成するまたは誰かが将来開発を再開したい場合に備えて ゼマックスプロジェクトをメンテナンスモードにするなどの選択肢が提示された。そして貢献者個々人からウェブサイトと開発リソースのサポートを最小限提供するという約束を取り付け、最後の選択肢であるゼマックスプロジェクトのメンテナンスモード化が決定した。ありがとうございます。